パーナちゃん、クヒ、タケーちゃんっての。クヒ、7200円よ、パーナちゃん。1年分。うん。いっぺんに払う。うん。その他さ、あれだよね。あれ、なんだっけ。互助会費か。お寺。あ、お盆が来ると、お寺にね、8000円ずつ払う。2軒のお寺に。16000。7000。7月半ば頃、うん、みんな覚えてる、支払いは。だから取り来る前にもう封筒入れとく、うん、私パッて出せないから、具合悪いからね、封筒に入れてあればパッて払えるから、うちの1年間の支払いは全部わかってる、うん、そう、うむくん、こちら、いいねをここをプレゼントしましたって、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。ひろゆきさん、高いねって。クヒ高い？本当？うん。丸の周一郎さん、いろいろとお金がかかりますね。本当なんですよ。うん。ね、うちを回してる人ってみんなわかるよ。ね。うん、ああ、ちゃんと洗った、洗ってね。リアルキューピーちゃん、断れないの。町内会。うちは断った。あ、断れば断れるんだよね。今ね、うん、そう思うよ。そうすればさ、うん、班長やんなくていいんだもんね。そう。今そう思う。昔はさ、葬式とかあるとね、みんな組合の人が来たけど、今そういうのないもんね。うん、みんな家族そうだからね、うん。お互いにいいよね。うん、そう思うよ。ね。うん、あ、ロッコちゃん、家を回すのは本当大変だ。本当だよね、ロッコちゃんね。うん、本当だよ、うん。そういうの全然気にしないでさ、うん、ね、いる人ってね、気が楽だよね。じじいなんか気が楽だよ。ね、うん、酔っ払ってしょんべん引っ掛けやがって、今日も。頭きたら、本当。ね、ほいでいつも遅く寝やがって、なんて。もう食ってやるの、あのじじい。ひろゆきさん、いろいろ払うと高いな。ほんとだね。こわちゃん、よせいさん、こんばんは。って、こんばんは。こんばんは。ろっこちゃん、見えなくてごめんね、コメントね。ごめん。まるの周一郎さん、じじかーい、入らない。世帯も増えてるそうですね。あ、そうなの。それが一番いいね。自治会、ね、いらないね。だってさ、班長になるとさ、大変だよ。あの、なんだっけ、あれ、あの、公会堂の掃除も出るんだよ、暮れになると。ちくわちゃん、笑うって。ひろゆきさん、入った方がいいよ。村八分になるから。そうなん。あれ、やだな。これよ、スマホのあれによ、あの、砂に、でっかい蚊がいるよ。え、パーナちゃん、小声になって、えやがら、笑うって。ののちゃん、大きなお金も。よせさん、小さなお金も。よせさんなのね。大変って。そうだね。うん、ひろゆきさん。関家はただでさえ村八分になりかけてるのに、あらまあひどいこと言うわね。そう、リアルキューピーちゃん、もう、あ、何かってね。え、ひろゆきさん、俺は自治会に入りたくないよ。本当だね、私も入りたくない。もうね、関係ないもんね。大変だよね。昔はさ、いや、そういうふうに入って、ね、葬儀、さっき言ったけど、そのとみんな挨拶に来たりするんだよね。それでさ、相談してさ、あの、いつ通夜で、いつ、ね、あ、葬式だとか決めてくれるんだよね。二次会の人がね、そう。ほんで死亡届とかさ、そういうのさ、二次会の人が、班長が届けてくれる。でも今そういうのないから入りたくないよ、私も。
ね、村八分でも買わないね、関係ねえよって。本当だいね、キューピーちゃん。私もそう思う。うん、かかりたくねえよ。ちくわちゃん、昔からある家で今まで理事会に入っているな。抜けると確かに村八分あの感じ出るかもね。田舎だとって。それあるかもね。今までずっと入ってたからね。そう、ひろゆきさん、はっきり言って、めんどくさいって。めんどくせえよ。ほんとだよね。今度はゴミ拾いもあるんだよ。ゴミ拾い。うちの前に集まるんだって。8時に。ほいでさ、日にちがさ、5月26日だって。雨が降ったら、予備日が6月2日だって。8時から。そういうのみんな頭入れとこん。でも出ない人いるから。出ない人いる。別にね、あれはないから。出不足ってないから。ひろゆきさん、私も抜けて、じじ、抜けて、じじかいだって。そうなん、ちくわちゃん。夜中に歌う救急車パトロール、ひっきりなしに来る、いたずらーって。そうなん、タフちゃん、しんど、何し、支援にだから、よし、ゴミローに出なさい。出るわけねえだべよ。こんな杖ついて出られるかい。リアルキューピーちゃん、村八分って久しぶりに聞いた。現状付き合いあって、ねえなんて、関係ねえや、笑うって。本当だよね。私の近所の人、あまりね、付き合いたくねえ。ひろゆきさん、村、ちくわちゃん、理事会は強制じゃないからね。あ、そうなんだ。ひろゆきさん、村八分になっても、開き直るってね。そうだよね。だってそこにいるうち、小林さん、92だよ。一人で住んでる。そういう理事会は入ってないけど、でも区費だけ払ってる。区費だけ払ってさ、あとはね、広報とかは来るよ。回覧板はね。でも、班長やるすやない。そうだよ。ね。ひろゆきさん、町内会に入ってなさいってね。タフちゃん、心配しなくても近所の人は、石鹸に近づかないから、地区の荷物でしょう、ね。失礼ね。ひろゆきさん、のりこさんに絶縁されて、何が相手にしてくれるのって誰かって。大丈夫だよ。アリアルキューピーちゃん。詮索好きのババアがいるから。そうだね。極力近所に付き合いしたくないよって。わかる。わかるよ。そうだね。ババアがいるよね。詮索好きのね。バーナちゃん。暇なババアは噂とか好きだからねって。そうだね。暇なババア噂好きだよね。確かにね。ひろゆきさん、長瀞救急車パトロールが来る家に誰が相手にしてくれるの。あ、これアンチだね。ちくわちゃん、暇人だからね。ばあさんだって。本当だね。ばあさん暇人だもんね。ハンターさん、何、あたぼうさん、よせいさん、こんばんは。頭使って疲れたんですね。お疲れ様でした。って、そうです。頭使った。全然ね、余裕がなかったよ。一軒、うちを回していくって、大変ねって。そうなんだよ、パーナちゃん。本当だよ。おじいなんかさ、テレビ見てね、いっぱい酒飲んだよ。飯食やここを引っ張れ、そういうの全部片付けてんだよ私が。それでね、食べたやつは
袋入れてきれいに洗ってね、きれいにみんなやってんだよ俺がね、家族環境良ければ裏はってね入れますよって、ベリサさん、あ、シュレッター欲しいね、シュレッター高くてよ、ハサミで手でちょん切っちゃう、タフちゃん、何まだ、うるせえなこの野郎、消毒税おめえ、あれなんだよおめえ、税務署に払うんだよバカ野郎が、何言ってんの、それがこっち来るんだよ、わかる、それで固定資産税じゃねえ、あれが決まるんだよ、なんだっけ、国民健康保険税とか、頭悪いなおめえな、消毒税はよ、あれよ、役場時間に言うんじゃねえんだよ、税務署に言うんだよ、で税務署から役場へ来るんだよ、わかるかい、これからそれによってあれよ、国民健康保険税が上がったり何でもするんだよね、ね、そうでしょ、いろいろね、あれだよ、スパゲッティも買ってあるな、あとはマカロニサラダとポテトサラダのセット、そんなのがある、でも食べられない。お腹いっぱい。ね。あと、かしわ餅があった。二つ。あの、かしわ餅ね。かしわ餅でさ、なんだっけ、ほら。あの、白いかしわ餅じゃなくて、なんだっけ、よもぎの。美味しかったよ。ね。ほら、プーさん。プーさん、マカロニ、鉛筆って、マカロニ、ね、パーナちゃん、たまにはアメリカンドッグ食うとこ見せてね、ありがとう、最近誰も買ってきてくんねんだよ、おじいはよちよちで自転車ねえからセブンイレブン遠いんだよ、パーナちゃん、信号はいいかね、ありがとう、ありがとうね、こちら金のケーピー、ありがとうパーナちゃん、ありがとう、ありがとうね、アメリカンドッグうまいもんね、ひろゆきさん、僕も食べました、よもぎはんのかしわ餅ですって、うまいね、かしわ餅ね、230いくらだったかな値段がね、ゆあるきゅうぴーちゃん、いい意味で手の込んだもの作らなくても70過ぎまでね、そうだね、あ、ごめんね、途中でクリマンジョさん自転車ないのってないよ、置きっぱれだよまだジジイ、ハイボーさん、そういえば自転車どうなったの、上野上駅にあるの、そうだね、大江原駅、置きっぱなし、ね、ね、そういうだらしのない人な、ひろゆきさん、安いなってね、両方ね、ダメなやろうな、片っぽはチャリンコ置きっぱれ、片っぽはね、靴をな、スリッパなさねえんじゃね、パーナちゃんもチャリンコ回収されてるのでは、そうだよね、もう結構経つよね、起きっぱれ笑うってそうでしょ、リアルキューピーちゃん転んでそのままってそうだよ、ほんとね、そうなんだよね、面白いやつだよね、今日はさ、あれだよシュークリーム買ってきたんだけど、ここにちゃんと置いてねえんだよね、下がね黒いの、逆さに置いてある、どっちが上だかわかんないんじゃない、これだからね、酒飲みすぎてこれだよ、反対に置いてある、何買ってきたんと思ったら、下の黒いやつが上向いてるんだよね、逆だよ、いつもさ、あれ寝巻きも逆にね、寝巻きも逆に着るし、クリマンジョさん
潰れちゃうよって本当だよね。頭ねえよ、じじい、バーナちゃん頭がバーやらないでってね、あれあれキューピーちゃんひっきりじじいだってね、もう本当ね、ムカつくからね、こっち来ねえべ、本当にね、なんかこう水飲んでさ洗わねえんだで、パーってやって伏せる、きたねえじじいだよね、嫌になっちゃう、ああしのぶちゃん笑うってね、面白いよ、全く変わってる人だよ、ひっきりじじいだってね、食べてみるかい、あるよ、あるで、アルコールのせいかな、地方もありそうだねって、本当だよ、反対だよ、置いてるあるんが、ありがとう栗まんじゅうさん、ありがとう吉野部さん、チューハイの缶振って置いてみたらってね、ね、ほんとムカつくね、これで入れ方がね変な風に入れてあるから床にねチューハイこぼれてる、こぼれても吹き臭くもしね、嫌なじじね、嫌だよああいうのね、もらった酒どうなったのって飲んでね、一升瓶飲んでね、もうあれは飲まねえって、酒はダメだって、小さいの飲んだ、長トロの酒ってよ、このぐらいの、一升瓶は飲んでねえよ、入ってる、まだここに置いてあるね、そうね、ああしのぶちゃん、あ掃除はよせいさんかって、そうだよ、何でも私だよ、日本酒ってそうだよ、一升瓶、すごいよね、嫌になっちゃうね、本当にね、嫌なじじいだで、本当にムカつくね、あれ食ってみるかい、なんだっけ、反対に置いてある、あとねサラダとスパゲッティもある、一升瓶開けたら大変だって、そうですね、フラー先生、ひろゆきさん長トロメス仕込みでしょって、そうかもね、そうだね、あのね表も裏も分かんねえんだよ、頭パーで、だから買ってきたもの逆さに置くんだよね、ね、何これと思ってね、変わってるよ、ほんと変わってる、ほんと変わってるよ、まみこさんこんばんはって、こんばんはこんばんはね、食べるか、シュークリーム食べるかね、今日買ったんだけど、反対に置いてあった、シュークリームでも食うか、じじいは酒缶チューハイ飲んでさ、私なんて飲まないからさ何もお金使わないでしょね、ね、ムカつくね、一人でうまいもん食ってさね、あら、たまちゃん来たの、たまちゃん来た、たまちゃん来たのね、たまちゃん来た、たまちゃん、もう缶チューハイなんかね食って、どっかしょ、たまちゃん来た、お水飲み来たんか、たまちゃんお水飲み来た、そうなん、危ないからねこれね、これ持ってねえと危ないよ、今日寒いからね、ちょっと寒いね、ほんと寒いよ、蚊がいるからね、足をね蚊が刺すよ、痛いやな蚊がいちゃう、蚊おじいがだってね、
この寒いのにね、網戸にしとくんだよ。網戸はひどいよ。だって雨降ったら湿気っぽくなるよね。そうだよね。これ、うん、ありがとう、しのぶさん。こちらメガホン参考、ありがとう。ありがとうね、ありがとう、ありがとう。栗まんじゅうさん、シュークリームを反対に置く人初めて、笑うって。そうでしょ、私もたまげたよ。たまちゃん大丈夫？お水飲んでる。これね、これね、これね、これ、これね、これがね、これわかる？これ、これをね、こう買ってきてね、ここに置いてあった。ここに、ここに。だからこの黒いもん何かなと私見た。ここに置いてあったんだよ。こっちを上に。こっち上に。ああ、私、またさっき、エクレア食べました。笑うって。そうですか。のんのんちゃん、たまちゃん、いい子だって。ありがとう。ありえない。笑うって、しのぶさん。そうでしょう。ね。あんた、逆によく、意味がわからん。そうでしょう。ここに置いてあったからさ、私この黒い何買ってきたんかさ、と思って見た。置いたらさ、下見たらさ、あれだよ。シュークリームだよ。ね。ここに置いてあったんだよ。嘘じゃないよ。ね。笑うってね。こういう神経使わない人。ね。何これ反対じゃないって言ったよ。ね。これ。ね、誰も笑うよね。あとはね、あのなんかね、こういう煮物なんか買ってきてもね、反対に置くことあるよ。ここに、ここに、あのカウンターに置くんだよね。こう買ってきたものをね、ここにカウンターにね。だから私この黒いの何かなと思って、こう見たら下見たらシュークリームよね。ね、たまげたよね。こちらクッキーシュークリームって書いてあるよね。クッキーってね、年中ね反対に置く癖があるよ、何でも、頭使ってねえんだよそれだけ、頭使いない、わざとかなってね。まずこっち笑うってね、蓋が開かなくてよかったね。そうですね、村先生笑うって、わざとかな、おいしくなる魔法かってね。バカな、バカ。酒飲みで頭のおてんぱなんで。何にもできない。猫の餌も食わねえの買ってきた。これは食わないやつだよって言ってるのに。いつも買ってくるんだよ。ね、これじゃないんだよって言ったら。一回買ってきたら覚えてねえかな。ね、参るね、本当に。ああ、だから酒飲みだからね、頭いかれてるんだよ。年中酒飲んでんだから。ねえ。おいで、便所に入ったらしょんべんが引っかかってるよ。ねえ、しょんべんだらけ。また私が吹くんだよ。ねえ、恐ろしいよ。全く恐ろしい。みんな私だよ。ねえ、こう捕まりながらね、やるんだよ。これね。これね、買ってきちゃってね、私の楽天カードで買ってくるんだから、私の金で買ってくるんだからさ、関係ねえやな。これこれが蓋なんだよね。まったくね、嫌だよこんなのね。こんな、こういう感じね。肉ふるさん、関義夫さんって息子さんでしょうか。え、関義夫、息子ではないです。あの方はね、あの配信者さんです。私のせがれは関慎吾って言います。はい、肉フレールさん、そうです。ありがとう。初米さん、
いらっしゃい、ありがとう、栗まんじゅうさん、シュークリーム美味しそう、あ、酒飲んでたら甘いものを食べたくなったってね。ひろゆきさん、美味しそうですね。まみこさん、美味しそうだねってね、うん、あ、うん、あ、これね、なんかね、いくらするんだろうこれこんな感じね、いくらするもんだろう、値段見てみようか、うん、あれ値段どこだ、剥がしちゃった、いや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 、貼ってあるのを剥がしちゃったよ、これに書いてあったんだね、値段剥がしちゃった、いくらするんかな、いくら、ちょっと待って、あれ値段がねえか、あれ値段書いてねえんかな、おかしいな、値段がねえな、値段書いてねえわけねえんだけどな、賞味期限はあるけど値段書いてないな、セブンイレブンって、違う違う、これはね、フジマート、うん、おじいはね今セブンイレブン行かない、自転車に乗れないから、うん、こっからねセブンイレブンまあまあ遠いんだよ、うん、だから行かないね、うん、フジマートだってやっと行くんだよ、よっちこよっちこ、うん、安いでしょってね、うん、値段が見えねえ、うん、書いてねえんかな、賞味期限はね書いてあるけどね、なんかね皮が厚いね、皮厚い、うん、ね、食べてみますね、食べてみますこれね、うん、小腹が空いたらアーモンドを食べてコーヒー飲んでるよって、うん、まちょこちゃん体にいいのいつもね、飲んでるね、いいね、ひろゆきさん、セブンイレブンミニストップだった、高いよってほんとね、おいしいって、まあまあね、皮が厚い、皮が厚いね、クリームはあれだけどね、入れた、おいしいってね、まみこさん甘いの好きなんだなんてね、皮が厚すぎるね、あ、たまちゃん食べていったね、たまちゃん食べていった、手が汚れてだね、なんかねシュークリーム強い、皮べえな感じ、ね、小腹すいたってりえちゃん、ポリンちゃん、よしえさんこんばんは、埼玉に行けばよしえさんに会えますかって ね、ポリンちゃんありがとう、私今ね体がね悪いからねあれなのよ、ピンポーンってなると怖いんですよ、だからね誰か来ると信号がいれば、信号誰か来たよっていうのね、歩くんが大変なのよ、ね、そうですね、ポリンちゃんありがとう、ありがとうね、ごまなくていいわ、ありがとう、誰か来たんかい、あれまた来たね、また来た、気をつけてくれる、そうなんですね、
わかりましたって。ありがとうね。ありがとう。出ない。出以外は出ない。出ない。ありがとう。浦先生、ありがとう。あゆよなな先生、勇者の剣でスライムに攻撃だって。ありがとう。ありがとう。あゆよなな先生様。ありがとうございます。勇者の剣。ありがとうございます。ありがとう。攻撃だって。ありがとう。しのぶさん。パーナちゃん。ああカメラずらしたらってよ。水飲み来た。水飲み、ちゃんとパンツは履いてるから大丈夫だった。なんかね、落っことしたんだよ。グラスを。バカじじいだから。顔も見たくねえよ。リエちゃん、はいはらー、まだ起きてるのね。寝てた。寝てたけど酒飲みすぎてね。水飲み来る。2回。パーナちゃん、よかった。無事だったって。ありがとう。バーガーありがとう。バーガーありがとうね。ありがとう。ありがとう。ああ。酒飲むとね、喉渇くんじゃない。もう2回目だよ、これで。ねねちゃん、相原さん。ズボン履いてて、よかった、ね。そう。今日はパジャマのズボン履いてる。そう。ね。ね、ケチなじじいだよ、本当に。相原さん、ズボン履いてよかったってね。そう、嫌いだよ、あのじじい。顔見たくね。だってね、私の怒るようなことばっかりやってるもん。酔っ払ってさ、ね、酔っ払って障子破ったり、こんなことばっかりだ。うちの庭の草むしりもしてくんねえし、何もしねえ。食ったもんはここ置きっぱなし。私に何でもさせてさ。リエちゃん、腰も痛いのねって。そう。腰とね、足だよ。そう。だから、杖ついて歩ってる。ね。杖つかないと歩けないよ。クリマンジュさん、初コメさん、いらっしゃいって。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ねねちゃん、キュレコン聞いてるってよ。聞いてる。痛くねえよ。ね、こうにやってるとね、全然痛くない。でもね、寝てるとね、ダメ。寝てるでしょ。ほいでね、起きる時がダメ。一回転ゴロゴロってするの。ほいでさ、自分の足で立てないの。だって、捕まるとこないじゃん。畳って。自分の足で。だからここだったらさ、こうやって捕まってこう立てるでしょ。ね。だからね、あれな。でも寝ちゃうとね、捕まるとこないよ。だから一回転してゴロゴロって起きて、これでこの杖のここに捕まって、それからもう片一方はタンス引き出しといて、タンスに捕まってぐーって立って、それでおしっこ行こう。ここだとね、人が来てもね、お金、集金来ても、こうにやって、よそらよのそら、あるって払えるけど、あっちでね、寝てるとき人が来たらたまったもんじゃない。起きられないんだから。ほんときついよ。ね、だから誰かいないと。慎吾がいればね、慎吾、慎吾、誰か来たよって言うんだけどね、一人じゃね、言うんだよ。すいませんね、ちょっと起きられなくて、すぐ起きられないんですよね、具合悪くってって言うんだよ。そうとね、宅急便屋さんも知ってるから、ここへ置いてきますね、宅急便、ここ置きますからって言うから、ご苦労さんですねって、起きられないからね、言うん、つらいよ。自分の足で立てないってことはつらいよ。ほんとつらい。ね。しのぶさん、ゆうせいさん、絶対に尻餅つかないようにね。寝たっきりねなっちゃう。ほんとだよね。それはあるよね。働いてた時に痛めたのって。そう。働いてた時にねじってね。それから洗濯してたのよ、みんなの。
ほいで洗濯ね、足が降りられない、あの上がり鼻が。それで無理してね、あの洗濯の棒があるじゃん、竿の立てる棒と、こっちは柱だよ柱ね、体をねじってこうにやって降りた、無理して。こうしたらねじれちゃったんだよね、体がね。それもある。だから歪んじゃってろ、もう体が歪んでるんだよね。辛いよ、こんな老後を送るとは。分かんなかった、ああ夜桜さん、よしえさん、桜空さん、コルセットもいいですよねって。そうだね、ねねちゃん辛いね、涙って。本当だよね。あ、自分でね、降りてさ、どんどん庭いじるんが好きだったからね。そうで、私だったらさ、あのサッシュ、サッシュのとこごほこりがたくまるよね。ああいうの100円ショップでこう小さいほうき買って、こうに入ってさ、死体を落としてさ、この周りのこういう何セメン、あそこちゃんときれいに履きますよ、私だったら。えらいもんだよ、何でも我慢してる、何でも我慢してる。うちもめちゃくちゃだよ、私がいる時はきれいだったよ、動いてる時はね。妹が来てもね、旦那さんと来てもいつも言ったもん、いつもきれいにしてるねって言ったよね。今ダメだ、ワックスも誰も、もう10年以上ワックスかけてないもんね。ああ私も腰悪いからコルセットしてる。あ、そうなんですか、クリマンジュさんも、そうですか、しっかりするんですね、巻くとね、そうだね。私の場合はあれだよね、あのなんだっけ、キュウレイコン貼ってるからピターってなってるからね、その点はね。でもさ、ベイグとさ、やっぱり剥がしちゃうじゃない、ほどぐにゃぐにゃになるよね、やっぱりね。キュウレイコンがピターって貼ってあると結構力がある、異物とさ、やっぱり普通のね貼り薬、先生に出た貼り薬持ってくから、キュウレイコンはあのピターッと貼れるけど、先生のもね、あのやっぱり違うよね。ひろゆきさん、KP ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。フラー先生、クリちゃん、コルセットしてるのかってね、クリマンジュさん、ヘルニアだからね、仕事の時は必ず。あ、そうなんだ、ヘルニア、うちの母親もね、ヘルニアだって言って手術したんですよ。こうしたら違ったってね、お堂作ったんですよ、こういうとこのコルセットすごいの。ことさん、すごくならないように気をつけて日常を過ごしてくださいね。私は首、あ、そうなの、下石痛めてます。あら、みんな涙って。そうなんですか、あら、みんなどっかしらね、大変ですね、琴さんもね。そう、フラー先生、ヘルニア大変だね、本当ですね。リエちゃん、確かに手伝ってもらいたいね。本当だね。本当だよね。何もできない。でもここにいればね、洗い物とかはやりますよ、全部。誰も手濡らしたことないですよ、あの二人は。何もしないです。ね、私が全部お勝手だけはやってる。汚されると嫌だからね。そうですね。あとはさ、こういうハガキとか見るやつは全部ここに積んどくの。ここしかいないから、向こう行って座っちゃうと立てない、立てないんだよね。だからここだとこう見てね、お金なんかもパッて払えるし、ここにいれば袋入れとくからね、もう集金が来る前。確かに本当だよね、椅子は楽だよねって。
そうですね、リエちゃんね、本当だね、捕まるとこあるからね、恐ろしいよね痛いって嫌だよね、本当だよ、本当こうなると自分がね悲しいね、はっきり言ってね、やりたいことは分かってもできないもんね。ねねちゃん、私も首の骨が生まれつきずれているから神経の痛みがすごかったことがあるわ。痛みはつらいよね。そうなんだ、骨がねずれてるんですか。痛いよね、痛いのはね、神経ね、頭突き刺すね、頭がふわーってなることあるよ、神経で、だからね、みんなあれだよね、あのなんていうの、足と腰のバランスが悪いっていうか、ずれてるんだよね、ピエーっとね、なる時もあるんだけど、ちょっとの加減でずれちゃうんだよね。そうするとね、頭がふわーってなる。ほいで、みんなは血が少ないからだって言うけどね、それは血も少ないだろうけど、これ違うんだよね。足がピーンってずれない時もある。たまにね、腰と足がギュッて普通にこう締まる時あるんですよ。それがまた歩いてるとこうずれるんだよね。そうすると頭がふわーってなる。ね。怖いね、ほいで手もしびれてくるね、寝ててもね、ほいで頭こうにやるとコッキンコッキンって音がするよ、頭がこうにね、こっちすんなりこうなってないから頭もちょっとおかしいかもね、神経がね、こういう病気って困るね、私ね、いやねねちゃんもそうだったんですね、大変ですね、今は大丈夫なんですか、痛み止めもらったけど効かなかった、眠れないほど痛かったよ、そうだ、あら今は大丈夫なの、ね、栗まんじゅうさん、神経当たるのは本当自国の痛みだよ、本当だよね、きついよねこれはね、本当だよ、わかります、寝方でね痛いもんね、これでズッキンズッキンとか頭の方までズッキンズッキンとかするときあるよ、音がしなくなってね、これで歪んでるんだよね、体が全体的に変な折り方して洗濯してたんだよ私、本当にね、まだナイスやってる頃か、あの時ね、やる前に洗濯回しといて休憩してた、ほいでその時洗濯を干して、ほんでまたナースやってた、あの時は これよりは良かったよ、これよりは良かった、あれで無理したんかも、変な折り方して洗濯したから、あれをしなければこんなにはならなかったと思う、ねえ困るね、バーナちゃん、みんな体泣かして働いてるね、泣くってありがとう、ありがとうね、 KP10 個ありがとう、パナちゃんありがとう、ありがとうね、ありがとう、本当だよね、これとね腰と足が治ればね、私ね、こんなね、こんな辛くないよ、ね、配信とかね、そう、頭がふわーんとしてさ、あれだよ、ギクッとこうぴったり合うっつうと目もパッチリになるよ、目もすっごい見える、何でもパーって明るくなる、いやー目がいつもぼやけてるんで、頭がふわーってなってるからね、えらいねみんなーって、フラー先生、ありがとう、僕は少し痛くなることありますってね、リスナーさん、みんな体が良くなりますようにって、ありがとう、金の熊さんありがとうございます、ありがとう、
リスナーさん、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。あ、ねねちゃん、よしえさん、絶対転ばないように気をつけてねって。そうだよね、それだけは気をつけてる、ねねちゃん。うん、あの、あ、ここね、敷居がね、うん、あれだもんね、ここを行くときに敷居があって畳と段差があるからね、気をつけて。あとはね、じじいによく言うんだよ、座布団をね敷くとね、こうに出しとくんだよ。だから私この周りを通るんでね、座布団につまずいたら困るからね、使ったらある程度中入れといてくれって。テーブルの中こう出しっぱれだよ。だから私綺麗好きだからね、ゴロゴロかけてこうに一回座ると中入れとく、ある程度。もっとこう周りが広いから杖ついててもぶつかないね。この杖につまずいてふっくる返ったらどうしようもないからね、すごい気をつけて。うん、ね。